最新情報を流れでキャッチアップラジオ感覚放送毎日エダベです。おはようございます。スターバックスの加藤です。10月の5日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は10月の2日、8件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは1つ目、 Amazon クラウドウォッチログスが各ログループに2つのサブスクリプションフィルターをサポートするように。はい、クラウドウォッチログスのログにサブスクリプションをかける機能があります。ラムダやキネスに対してログデータを、フィルターかけながら飛ばしてくれるっていう機能になるんですけれども、今まで単一のロググループに対しては1つしかサブスクリプションの設定ができなかったんですが、今回のアップデートで2つまで登録をすることが可能になりました。これによってデータドックなどの監視ツールにログを飛ばしつつ、別の処理にもデータを飛ばすみたいなことが簡単にできるようになります。では次2つ目いきましょう。Amazon S3 オブジェクトオーナーシップ機能を発表。はい、S3 のオブジェクトの所有権に関するアップデートです。S3 にオブジェクトをアップロードした際に、オブジェクトの所有者をバケットオーナーに渡すという機能が出ました。今まではオブジェクトをアップロードした AWS アカウントがオブジェクトの所有者になっていたんですけれども、別アカウントの S3 バケットにオブジェクトをアップロードするような場合にも、そのバケットの所有者の方にオブジェクトの所有権を渡すということができるようになりました。例えばプログラムを使ってバケットにこうファイルを置くみたいな時に、ちゃんと所有権をそのバケットのオーナーに渡しておかないと、バケット所有者がオブジェクトを触れないみたいな問題が発生したりとかしたんですが、今回のアップデートでそういったことがなくなるかなと思います。で、明示的にこのバケットの所有者はこのバケットのオブジェクトの所有者はこのバケットの所有者と同一になりますよという設定を入れてあげることで変更が可能になります。次、3つ目のアップデートいきましょう。 AWS バッジがカスタムログ設定、スワップスペース、共有メモリーをサポート。大規模なバッジジョブを実行することができるマネージドサービスである AWS バッジですが、こちらがジョブ定義を指定するときに新しいパラメータをサポートしました。これによってカスタムログ設定、スワップスペースの設定、共有メモリーの設定が可能になります。カスタムログ設定というのはログドライバーを指定することができるようになって、ログの発行の詳細をいろいろと設定することができるという機能になっていて、でスワップスペースは、名前の通りですね、ジョブのスワップ領域のサイズとか制御することができます。最後、共有メモリーはコンテナが利用できる共有メモリーのサイズとかを指定してあげることで、メモリを増やして実行を早くしたりとかということが可能になります。では次4つ目いきましょう。 AWS レイクフォーメーションが AWS アテナからのアクセス制御にアクティブディレクトリーと SAML プロバイダーをサポート。データレイクの構築を簡素化するレイクフォーメーションですが、今回アテナが SAML をサポートしたことによって、アクティブディレクトリーまたは SAML のプロバイダー、そのオクタとかですね、を用いて、で、そのユーザーの使ってデータアクセスの制御というのが可能になりました。では次5つ目いきましょう。Amazon パーソナライズにデータ管理を簡素化する新しい API が登場。個人に最適化されたレコメンドなどを実現する機械学習サービスであるパーソナライズですが、こちらが API を2つ追加しました。パーソナライズイベンツ API というものに2つのアクションが増えていて、片方がプットユーザーズ、もう1つがプットアイテムズになります。データセットに対してアイテムとかユーザーを後から段階的に追加できるというものになっていて、アイテムやユーザー数が成長していくような時に管理が楽になるということです。では次6つ目いきましょう。 Amazon Redshift がハイパーログログスケッチをサポート。はい、データウェアハウスのサービスである Redshift ですが、こちらがハイパーログログというアルゴリズムに対応したということで、このアルゴリズムが、延べ数の逆、異なり数というのが正しい、ユニークユーザーとか重複が発生したデータからそのユニークな値を取り出すっていう集計の方法、その集計に対応したアルゴリズムなんですが、それに対応したと。でこのハイパーログログというのにスケッチという概念があって、これをサポートしたという形になります。このスケッチ向けのデータ型である HLL スケッチというデータ型、さらにそれに付随する SQL 関数を提供するということで、高精度でその異なり数ですねの集計を実施することができるようになります。
では次7つ目いきましょう。 Amazon MSK について学習するマスタークラスと3つのラボが登場。アパッチカフカのマネージドサービスである MSK マネージドストリーミングフォーアパッチカフカですが、これについて学ぶマスタークラスとワークショップが登場しました。ワークショップラボですね。でマスタークラスは6時間のハンズオントレーニングになっていて、 AWS のパートナーによって提供されている有料のものですね。174ドルかかってくるみたいですが、まあ基礎的な部分から発展的な内容まで網羅的に学ぶことができるということです。でまたラボが3つ出たということで、こちらはハンズオン形式でサービスについて学ぶことができるオンデマンドの無料の、ワークショップですね。でこちらは、まあ、自分の環境を使ってリソースを立ち上げることになるので、その分お金がかかってきますが、 Getting Started という、まあ、初心者向けのものと Click Stream Analytics、 アナリティクスにどうやってつなげるかっていうお話ですね。あとはマイグレーションということで、自前で Apache Kafka を持っている方がそれをどのようにして MSK に持っていくかっていうようなお話、この3つの観点のラボが用意されていますので、まあ、それぞれご自身の用途に合わせて選んでいただくことでハンズオントレーニングをすることができます。はい、では次8つ目最後のアップデートです。 AWS コンフィグ適合パックの新しいサンプルテンプレートが追加。はい、AWS コンフィグ適合パックですね。コンフィグルールとそれに対する修正アクションをまとめたものなんですが、こちらにサンプルとなるテンプレートが15個追加されました。 HIPAA など特定の法律や規定に準拠していることを担保するためのテンプレートが増えたようなイメージですね。まあ、これを使うことで自分で細かくルールと修正アクションっていうのを作ることなく、サンプルの設定をそのまま利用することができるので、まあ、非常に簡単にコンフィグ適合パック利用することができるようになります。ということで以上8件10月2日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。